俺ね、じいさまとか、まあ、じいさま、番長って、まあ、まあ、打ってはよくできてんなって思って、たまに打ちますけど、うん、でも、はまんない理由ってあって、うん、何何基本、決められたものに対して待つゲーム性なんですよ。マイゲームこう天井とか、うん、あ、その、パンって決められたところに向かうゲーム性なんですよ。うんうんうん、まあ、テーブルでね。うん、俺、やっぱ、それが苦手で、で、一貫してんすよ、番長って、それ。だから俺、ハマったのがないんですよ。なるほどね。理屈すんごいわかるけど、うん、マップ解除だったサラリーマン番長はダメだね。マップ解除ってマップ解除っていうのは決められたゲーム数っていうのはないんですよ、はい、いわゆるゲーム数解除ではなくて、うん、特定のマップに到達するとその特定のマップのゾーンで毎ゲームマップ解除抽選をしてるっていう。引けなかったらどうなの？引けなかったら次のゾーンなの。あ、そういうことなんだ。そうそう、なるほどなるほどなるほど。だから待つじゃん。うん、ああ、そういうことか、うん、1ゲーム1ゲームのここがダメだったらじゃあ次って言うんじゃないでしょ、うんうん、その先を見据えてそこまで我慢しなきゃいけない、うん、だからあ確かに そこが俺ギャグのダイトの凄さで、あ、そのだから好きっていうのは分かるんですよ、うんうん、ずっと好きだって飽きないのって言うんですけど、うん、そのゲーム性が好きだと絶対飽きないんですよ、どの番長っていうのも。要はあなたゴッド好きだもんね、うん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 、引けばいいみたいな。おお、バカじゃん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 、今の全ゴッドファンを敵に回したよ。なんだって引きがいいのは変わんないじゃん、番長でも特殊フラグがあるだから、まあね、ただその引きがいいものが明確じゃない、うん、ゴッド、うん、まあ確かにその1ゲーム1ゲームの期待度が一定ならいいんですよ。ああ、うん、マジでこうあるじゃん、うんうんうん、分かる、分かる、はいはいはい、これが耐えらんなくなっちゃう。そういうことね。俺はそこ楽しんじゃう。あ、そう、だからそこはね、分かれると思うんですよ。あ、なるほどね。今もうやばいとこ入ったから、もうマイゲームアロー、うん、アローどころか何だったらラピュタみたいな。ラピュタあの、初めちょっとね、初めなんですけど、ラピュタってどういう技なんですか？ラピュタはもう天空の城から、イカズチが落ちてくる。それアローじゃん。学んだ方がいいって。うん、これってよくアロー、こうやってやってんだよ。アローは、星から放たれる光の矢を、の、その、軌道になぞって、こう、やるでしょ？叩き込むでしょ？ラピュタはどう違う？ラピュタはもう天空の城からイカズチが、バババババーンって降りてくるイメージ。ババババーン！どうやってやる？だからもう立たなきゃダメ。こう行かなきゃダメ。こう行かなきゃダメ。うん、それで？左じゃん。左。基本は左。左だってレバー左あるから。レバーがそこにあるとしたら。天空の城を見据えるわけですよ。見据える、まず。こからもう、ほんと、その感情が何か分かんないです。喜怒哀楽の。まあ、大体怒りなんだよ。怒り、うん。もう怒りのイカズチが。怒りのイカズチ。バババババーンみたいな。それ本音やってるの？やってるやつよ。49歳で。いや、ただやんない。それは、本当に滅多なことじゃ出せない。言うて俺の107番目の奥義なんですよ。107番目の奥義。107番目の奥義なんですよ。ミサーのエルボーは何個目？ミサーのエルボーは、まあ、あれはね、30。でも、あれも、かなりの大技だよ。いや、あなたね、俺やったことあるよ、ね。ミサーのエルボー。あ、ありますけど、あの、本家のミサーのエルボーは、あれ何回も失敗しますからね。え、どういうこと？スカッバーを。こうやっていって、空振りする。それね、一応語弊が生じるから言いますけど、強打はダメなんですよ。強打はダメ。絶対に壊してはいけない。いけない、もちろん。だから、アローにしても、うん、ラピュタにしても、ミサノエルボーにしても、うん、もう、ほんとこのレバーの弾をかすめる。あ、そういう風にやってんの。そう。だから、どうしても空振りが多発しちゃう。ただ、それっていうのは、しんのすけレバーの108の奥義その2の、空振りっていう奥義と直結するんで。ほう。空振りっていう奥義が。空振りっていう奥義があります。どういうこと？何が起こるの？空振りすれば。じゃあ、あなた言うけど、うん、たまに、コインかけられてなくて、空振ることあるでしょ？はい、え？ないでしょ？だから、あれ。一枚掛けなのに、そうそう、やっちゃって。やっちゃう。で、あーっつって、あーってみたいなやって、で、入れて、叩いて、割と強めのフラグ引いた経験ありございませんか？俺もあったらやるかな。でもないよ。三谷さん、もう、
一生もんこういうの多いですよ。そこは合わせる。あらしい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 。あった場合に、それは無我の境地っていう大きさがあるんですよ。はいはいはい。そうか、でも無心って大事ですもんね。そう。今一番、俺世界で一番心のない。はいはいはい。いや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 。いやいや。そんな言いやいや、ごめん、もう一回やり直すわ、やり直すわ。はい、はい、はい。いやいや、そんなにはなってない。でもね、うん、これ結構マジで、うん、ツイッターで何年か前に俺、シンさんの動画見たんですよ。なんかね、上に財布かなんか、うん、ジュースかなんかわかんないけど、うん、ゴッド打ってる時に、こう、何かを取ろうとしたんですよ、シンさんが。うん、その時に、パンってレバー叩いた時に、ボタンが、ボタンかなんかが出たんですよね、ボタンのマークが。ああ、はいはい、で、シンさんがあれ、これ全くの無我で何かを取ろうとした時のレバーでこれが出たって、うん、絶対あるよねってちゃんと事前に言ってボタンパンって押したらパーンってなったの。8000分の1引いたの、その時に。でもでない、ねえ、みたいな感じだったもんね、うん、そうそう、あれは引いたって思った。やっぱね、みたいな。そう、そういう人なんだよ。いや、でもなくないですか、例えば時間ない時、閉店間際に、はいはい、もう上乗せしなくていい。いや、今の、あー、はいはい、来ました。今の、もういい。いや、あるんですよ。いや、だって、そんな8000回そうやればいいだけだと思うのよ。そういうでしょ、違うの。でも俺だって今回は、俺は三田来さん派です。あれあると、むちゃくちゃ楽なんですよ。楽だと思う。俺、アロー、ほんと何千回も前も言ったけど、やらせてもらってるんですよ。シンさんよりやってます、俺。他の番組で、うん、あの共演した時に、うん、シンさん申し訳ないけど、うん、アロー僕にくださいって結構真面目に言ったんですよ、うん、シンさんに、うんうん、したら、うん、絶対にあのうんって言わないではぐらかすの絶対に。じゃあもう改めて頼んでみたい、うんうん、シンさんアローを僕にください、マジでマジで言います。アローはでみんなのものだから、あげるとかあげるとかそういうんじゃない。なるほど、なるほど。ほらね、絶対にくれないの。あの、うん、まあ逆言うと当たり前ですよね。中島みゆきに糸ください。まあ、まあ、そうだけど、まあ、歌ってもいいですから。でもみんながやって、俺一番やってっすよ、一番、世界で一番。いや、いいっすよ、もうだからいいっすよ。お、起きやろうっていいじゃないですか。いや、起きやろうは嫌だ、俺現物が欲しい。現物じゃなきゃ嫌だろ、アローの。なるほど。いつ、ずっと僕言い続けますから、これは。アローはでもいいんすよ。だから、ウイチっているでしょ。うん。だいぶもうこっちタイプで。はい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 。もう完全に、っていうタイプだった。そうだね。で、なんか収録で一緒になった時に、あの、歯です。はいはい。で、その前日に、確かボートで100万負けたのかな、あいつ。俺でも本当にもう、なんかもう、ボロ雑巾みたいな感じで、で、1000円でペルセポネ、じゃ、ペルセポネかな。まあ、とにかくジャッジメント引いて、はい、あ、違う、なんとかゾーン、ヘルゾーン。うん、ヘルゾーン。ヘルゾーン引いて、あ、うん、赤だったんですよ。おぉ、チャンス。で、もうダメだ、ダメだ、つって。で、俺、ほら番組だ、多分オジファイブだと思うんだけど、わかったわかった。じゃあ、つって、ハイパーロー。うん、ハイパーアローで俺が決めてやるからっつって、うん、はい、もうだからもう無ですよ、ね、うん、向こうはもう引けるふりしてないし、どうでもいいし、もう俺はもう誰でも100万負けてるしみたいな、うん、でハイパーアローやったんですよ、うん、こうやってね、はい、どうやって、ハイパーアローっていうのは基本2人セットの技なんで、そうなんだ、こうやってこうやってここカメラあって、うん、いいか今決めてやっか、はい、お願いします、ハイパーアローっつってやったら、うん、紫なら引いたんですよ。ゴッドではないんだ。微妙。俺絶対ゴッドだと思った。紫なら引いたの。紫なら引いたの、ソロゲームで。そう。でも、うん、まあ、えらくびっくり。びっくりしますよね、それはね。それからあんまりその俺の技に対して、バカにしなくなった。小バカにしなくなった。紫なら。あ、いい話だな、それ。今、俺も一回引いてもらえばね。あ、そうなの、いや、引いてもらえば変わるよね。もらえば変わるってことね。ボーイの城だとか。ボーイの城だね。そう。108個もあるんですね。一応108で、一番難しいのは何？一番難しいのはやっぱり、鉄山工かな。はい、鉄山工。鉄山工ってどういう技なんですか？あの、
助走が必要。助走広い島じゃなくてなんか昔走ってたね。走ってたっけ。なんかエレートから走ってきたよね。いや覚えてないな。どういうだまずオリンピックっていう奥義があるんですよ。こう割とほら我々収録やるとギャラリーの人多かったりするじゃないですか、うんうん、特化ゾーンなんかやろうもんなら結構集まってくれるじゃないですか。たらもうお前ら見てるだけじゃなくて手拍子だってこうやってこう入るんですよ。オリンピックのあれみたいにこうやってやってとりあえず見てる、ね、ファンの人たちに手拍子して、うん、よしオッケーオッケーオッケーっつってフラウチングスタートからフラウチングスタートするの。こっからこう入るんですよ、うん、こうね、うんうん、でうわー走ってってここは仮にこうレバーあるとしたら、うん、こう入るんですよ。こう、うん、でここでレバーするここで腰の上で腰っていうか、うん、ここ背中背中でこう、うん、これは大変まず椅子持ってでもらわなきゃいけないし、あ椅子をこう横に入りやすいように。えそれは鉄山鋼っていう鉄山鋼っていういやあの中国八極拳の技ですね。八極拳の技、それ効果やっぱあるんですか。効果はね3回出したことあるけど1回も成功してないでもそれでも長い歴史の中で過去3回しかやったことない。3回だ。だからやっぱね大掛かりなんで、なかなか出せない。いろんな条件が必要ね。そうギャラリーがいないといけない。みんな協力的じゃないといけない。一人でやってたら本当にやばい人だもんね本当に。そっかそれはだからやっぱカメラがないとできないよね。あまあそうっすね、うん、他はカメラなくてもやるけど、うんうんうん、ますか。ちょっと待ってパスオヘンリックは扇ヘンリックなんですけどそうだね最近で言うと何打ってんすか。犬やしゃやっぱり。やっぱ犬やしゃが一番多いですよね。あ犬やしゃってね同じこと言う俺に犬やしゃを説明するときに俺聞いたよ。あれ浜松でまあまあ出したんでしょ。うん、あ俺あの翌週行ってもう常連の人たちがわーって来て先週木村さんが犬やしゃの門台で何枚目かすんげー出してましたよみたいな。へー、うん、超機嫌よかったあれが結局最近の機種って我々ほら雑誌媒体だったんである程度昔は解析してで直近でいうとメーカーから資料もらってってやってたじゃないですか。今すごい社会問題っていうかパチンコパチスロ業界の社会問題でメーカーが全ての数字であり解析を出さない時代になってるじゃないですか。そうなんですね。出さないね、うんうん、みんな隠すよね。それは意図的に要はなんでじゃあ解析値であったり内部数字出すかっていう理由は稼働落ちてた稼働をそれを出すことでまた注目度を上げて、うん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 、で面白さを感じてもらうっていう理由だったんだけど、ね、最近はそれがなくてもそれなりに例えば 6.5 億なんかずっと動き続けるわけですよ、うん、そうですね、はい、そうすると本来こういう秘密が隠されてるのに出す必要性がなくなってきちゃった。逆にね出すことによって稼働が落ちちゃう。あ可能性がねありますね確かに ね、うん、で特に犬やしゃなんていうと弱 AT って言われてて、うん、例えばその、ぶった切りスラッシュのゲーム数50ゲーム、うん、封印もしてる、うん、もう何だったら60ゲームぐらい AT 消化して、うん、同色2連飛行がレア役飛行が強チェリー飛行がボーナス当たんない状態があるんです、うん、それをもってまあ、うんネットとかでは弱 AT 弱 AT っていうあちょっと弱い AT なんだ。で結局それもうみんな要は食らうんで、うん、見た目わかんないんでしょ。見た目はわかんないけどやっぱり弱い演出しか来ない、うん、犬屋社その調子を、はい、その調子を犬屋社とあと俺に任せろっていうのと、うん、風の傷しか出なくなる、うん、だって明確にもうボーナス1個目と2個目はスッと当たるもんね、うん、あ当たりやすい時と3つ目4つ目とか、うん、その辺が基本、うん、なるほどなるほど、ね、で要はボーナス個数別にどうやらこれボーナス抽選の降格と通常と定格があって、うん、で振り分けてんだろうと、うん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 、ボーナス1個目と2個目はもう通常優遇されて公表値通りの 40%50% で当たる、うんうん、要は抽選値でやってるのが大体7割ぐらい、うん、でも3割ぐらいは定格地獄に行っちゃうから、うんうんうん、もう何引いても 10% ぐらいしか当たらない、うんうん、で3個目以降はそれが通常定格の振り分けが五五五50-50になっちゃう、うん、そうすると定額いっちゃったら当たんないん全然当たんないよ。だから3個目4個目の壁があるんですよ犬やしゃって。へえ、まあ、っていう仮説ね仮説ね、うん、そうそう仮説仮説、うん、でもそれをやっぱり
我々の方から言わないと、うん、だこれもう打たねえよこんなデキレやっててっていう意見が割と蔓延しつつあるんで、あだからデキレに思えちゃうんだ。そう、なるほど。そうなんだ。ほうほうほう。だからデキレと思ったことに対してやっぱり真剣に取り組めないじゃないですか。うん、楽しめないでしょ。それはそうだ。でもそれってやっぱ弊害だと思うんですよ。パチンコパチスロが面白いって思える。だからそこにこう僕は何とかしたいと思って僕の動画ではそういう話をしてるんだけど、うん、めちゃくちゃためになるじゃんそれ、うん、でもそれは真実かどうか分かんない。あ、分かんない。まあ予想ね、うん、大阪のスタジオでさ、うん、もう変な空気になったろ、うん、だってほらね、まあ吉宗してて、うんうんうん、でほら、あー、上地くん、あー吉宗詳しいでしょ、うん、似てる、うん、君さ、何なんか知ってる？いや、知らないですね、それね。うん。